こんにちは、ドライトニュースの時間です。統合版マインクラフト RTX のベータ版バージョン 1.16.30.53 のアップデートがありましたので紹介いたします。 RTX リアルタイムレイトレーシング、通称公式影モッドのベータ版に関するアップデートです。それでは公式影モッドのアップデート内容を一気に紹介していきます。マイクラトピックス。こちらのニュースはちょっとした変更点やバグ修正など細かい情報を Google 先生で翻訳した通りに紹介するコーナーです。それでは紹介していきましょう。さまざまなパフォーマンスと安定性の修正を行いました。砂利や草などの一部のテクスチャーに青い四角が表示されるバグを修正しました。ドライバーが古くなっている場合に画面が分割されて表示される問題を修正しました。火のついていない松明が光を放つバグを修正しました。以上、統合版マインクラフト RTX のベータ版バージョン 1.16.30.53 のアップデート内容でした。今回はちょっとした修正でしたね。少しずつでもいいので良くなっていくことはいいことですね。制作者の皆様、頑張ってください。それでは良い一日を。